んにちは。これってユミさんの LINE よね。こんにちは。その反応だと誰こいつってなってるわね。はい、その通りです。私を私、今日保護者会で一緒だった若子。ああ、私の右斜め前に座ってたロングヘアの。そうそう。さっきはどうも。で、あれ、私 LINE 教えてましたっけ。ああ、そのことなんだけどね、ユミさんこの地域に引っ越してきたばっかりじゃない。はい、そうです。今日初めての保護者会で携帯番号を学校に提出したでしょ。その時にチラッと見て登録したの。いや、学校のセキュリティガバガバすぎ。勝手に追加するのは怖いんでやめてもらっていいですか。まあいいじゃない。私ユミさんと仲良くしたいって思ってたし。それはありがとうございます。それより早速なんだけど、今度二人でランチ行かない。え、私全く若子さんのことよく知らないんで、いきなり二人でランチは難しいですね。そんなこと言わずにさ、楽しくご飯食べるだけだから。あ、私おすすめのお店いくつか知ってるから、ユミさんに案内するわよ。すみません、まだ家の片付けとか残ってるので。じゃあそれが終わったらね、行きましょうよ。あの、まずは二人じゃなくて他のママ友も入れてとかはダメなんですか。それだとユミさんと二人で仲良く話せないじゃない。私はもっと腹を割って話したいの。別に他の方がいても話せますよ。それに盛り上がるだろうし。いや、実はさ、ここだけの話なんだけどね。何ですか。ここら辺に住んでるママたちってすっごく意地が悪いの。だからあんまり仲良くしない方がいいっていうか、だから大勢じゃなくて二人で食べた方がいいと思うの。じゃあそれを確認したいので一度大勢で食べましょう。ああ、もう何なのよ、めんどくさい。え、なんでそんな怒ってるんですか。ユミさんが私の言うことをおとなしく聞いてくれないからでしょ。私苦手なんですよ、よく知らない方とご飯食べるの。人見知りっていうか。せっかくこの私が仲良くしてあげようと思ったのに。もういいわ、勝手にして。はあ。私の名前はユミ、30歳の主婦です。旦那の仕事の関係でとある地域に引っ越してきました。この執拗に私にランチを誘ってくる若子さんは、近所では神隠しの若子と呼ばれているそうなんです。その理由はランチに行くと会計時に姿を消すからだそうで、お金は代わりに払わせ、いつか払うと言って何ヶ月も遅れて払っているんだとか。周りのママ友からそれを聞いていた私は、あまり仲良くするのはよそうと思い、ランチの誘いを断っていたんです。やっぱり案の定、私におごってほしいのか、しつこくランチに誘ってきました。噂だけど本当かなという気持ちもありましたが、今回の LINE で若子さんが噂通りの人であると確信しました。それに勝手に LINE も登録してきたのでちょっと引きました。それからしばらくの間、若子さんから連絡はなかったのですが、1ヶ月が過ぎたある日、また LINE が。ユミさん。あ、若子さん、お久しぶりですね。そうね、1ヶ月ぶりぐらいかしら。そのくらいですね。何かありました？何かあったというか、ユミさんの様子が気になってさ。え、私の様子ですか？引っ越してちょっと経つじゃない？もう慣れたかなと思って。そうですね、だいぶ慣れてきましたよ。他のママ友も優しいですし。ユミさん、あんまり調子に乗っちゃダメだよ。あの人たちは優しくて隙を見せた瞬間に意地悪をしてくるから。それって例えばどういういじめですか。例えばお金をせびってくるとか。それって若子さんに対して限定じゃなくてですか。お金返してもらってないって他のママから聞いたことありますけど。ユミさん、それもあいつらの罠よ。そんなのでっち上げだから信じちゃダメ。でも若子さんっていつもお一人でいますよね。どうしていつも一人なんですか。さあ、なんでかしらね、私にもわからないわ。あ、っていうかそんなことより、ユミさんに関して気になることがあるの。気になること。来週の火曜日、長谷川さんと焼肉ランチに行くんでしょ。しかも場所はあの昇格。え、なんでそれを。昨日スーパーで買い物した帰りに長谷川さんと数名のママたちがくっちゃべってたのよ。通り際にその会話が聞こえてね。あ、そうだったんですか。長谷川さん声大きいからな、気をつけてもらわなきゃ。いいわね、焼肉ランチ。私そこの店行ったことなくてね。
ああ、そうですか。確か3店舗くらいあったわよね。1号店、2号店って。はい、結構美味しくて繁盛してるので、店舗拡大しているそうですよ。へえ。あ、じゃあさ、私も行っていい？ダメです。いや、即答すぎ。なんでよ、いいじゃん。もう予約していますし、これは長谷川さんと行くランチなので。まだ来週なんだし、今から人数変更なんて余裕でできるでしょ？いや、ランチは忙しいんで、今変更しちゃうとお店入れなくなるかもしれないので、申し訳ないですけど諦めてください。はあ？ムカつく。私と二人のランチは断ったくせに。いきなり二人は嫌って言ったじゃないですか。それに会計の時に消えそうだし。それに長谷川さんともこれが初じゃなくて、他のママ友交えたランチにも行ってるんですから。あっそ。じゃあ本当に私は誘ってもらえないのね。はい、誘いません。せっかく機嫌よく LINE してあげたっていうのに。うん、わかったわよ。でも覚えておきなさいよ。絶対後悔させてやるんだから。若子さんは代わりに出してもらったランチ代をまだ他のママ友に返していないというのに、私と長谷川さんが行く焼肉ランチに一緒に行くと言い出したのです。長谷川さんも過去に若子さんにやられたことがあって距離を置いていると話していたので、私は固くお断りしました。もし一緒に焼肉ランチに行ったとしても神隠しにあったら嫌ですしね。何度断ってもしつこく言ってきた若子さんですが、最後の後悔させてやるという言葉通り、若子さんはとんでもない行動に出てしまい。ユミさん？若子さん。そういえば若子さんってユミさんって LINE してきますよね。他にレパートリーないんですか？うっさいな。そんなことどうだっていいのよ。それよりもっと重要な話があるの。へえ、何です？私今どこにいるでしょう？わかりませんね。じゃあちょっと、もうちょっと考えなさいよ。嫌ですよ、今そんなこと考えてる場合じゃないですし。なら教えてあげるわ。私今あなたたちが予約した昇格にいます。え？もうお肉何枚か焼いてるんだけど、さすがは高級焼肉店のランチ。お肉も分厚いし美味しくて最高。何やってるんですか？あなたが全然許可してくれないから先回りして来ちゃったの。まだ来てないわよね。早く来ないと私もう食べちゃうよ。いや、私もう店の中にいますけど。え？え？若子さん店の中にいるんですか？店の中見回しましたけどどこにもいませんよ。いるわよ、私焼肉食べてるんだもん。あ、もしかしてそこ何号店ですか？1号店よ。この地域の高級焼肉といえば1号店しかなくない？私たち3号店にいます。はあ？なんで？その店は私たちの地域から遠いじゃない。実は長谷川さん、私が前に住んでた地域のママ友と知り合いでして、そのママ友私とも仲が良かったので今日3人で食べに来てるんです。少し遠いですが、共通のママ友も来やすい場所なので3号店に来てるんですよ。そんな、なんで教えてくれなかったのよ。教えるわけないじゃないですか。神隠しの若子さんですよ。教えたら勝手に来られて奢らされるのが嫌なんです。みんなから事前に聞いていたし、絶対に払いたくないので。それは噂だって言ってるでしょ。まだ払ってないママ友いますよね。高木さんに吉野さんに。うるさいわよ、もう。あいつら余計なこと喋りやがって。なんでそんな神隠しするんですか？美味しいものって高いじゃない。だから節約のために払ってもらってただけ。お金ないなら来なきゃいいじゃないですか。あんたたちがお金持っててムカつくのよ。だから貧乏でかわいそうな私をおごれって言ってんの。普通自分のことかわいそうなんて言いませんよ。っていうか若子さん、お店予約してないですよね。どうやって入ったんですか？え？あ、そういえばお店の人に2名で予約してる長谷川ですがって言ったら通してくれたんだけど。長谷川さんの名字で勝手に入ったんですね。え？待って、どうしたんですか？店に旦那とどっかのお偉いさんが入ってきた。でもお店と揉めてる。もう一人先に食べてて予約がおかしいとかなんとか。若子さん、それですよ。若子さんが奪った予約。嘘でしょ。でも私の名字長谷川じゃないし。きっとお偉いさんの名字が長谷川で、その名字で予約してるんですよ。
嘘、待って、店員が私の席まで確認しにやってきた。ダメ、旦那にバレる。勝手に先回りしておごってもらおうとするからそんなことになるんです。あとは旦那さんにしっかり十分に怒られてください。私もこっちでお肉十分焼かせてもらうので。その後、若子さんはお店と旦那さんの確認によって予約を乗っ取ったことが発覚し、旦那さんは大激怒、もちろんお店側にも怒ったそうです。お店は別の席を用意し、破格の値段で提供することで収まりましたが、若子さんの方は炎上が収まらないそうで、旦那さんは若子さんの行動によって取引先のお偉いさんに迷惑をかけてしまったこと、そして若子さんがママ友たちにお金を払っていないことも分かり、旦那さんは離婚を決意、子供を連れて家から出て行ったそうです。専業主婦だった若子さんは旦那さんにお金を借りることができなくなり、仕方なくパートを始め、ママ友たちにお金を支払ったそうです。その後は旦那さんと離婚し、子供の面会はなしとされ、今はパートも休んでしまっていて、精神を病んでしまったそうです。私や他のママ友は若子さんが絡んでくることがなくなり、ほっとしています。神隠し伝説も終わりを迎えて、安心してランチに行けますね。呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん、ついにこの日がやってきたわ。また今日は一段とテンションが高いですね。しかも誰も呼んでないんですけど。は？失礼ね。そろそろこの私のことを欲してたでしょ。いや、欲してませんよ。なんか嫌な予感しかしないんですけど。もう素直じゃないんだから。私が出てくるってことはいいことしか起こらないってことでしょ。なんたって歩くパワースポットって言われてるくらいだから。いやいや、むしろ逆だと思いますよ。恵子さんが絡むとろくなことが起きないですからね。ほんと、あんたって失礼ね。だいたい私と関わった人はみんな運気が上昇するんだから。そう思ってるのは恵子さんだけだと思いますよ。ママ友の間でも恵子さんのことは噂になってますから、陰で逆パワースポットって言われてますよ。やっぱりそうなのかしら。生まれてこの方、運がいいと思った試しがないの。いつ見ても占いでは最下位だし、生命判断も大凶のオンパレード、逆パワースポット女、その名も恵子。めちゃくちゃ振り切ってますね。やっぱり恵子さんはお笑いキャラがしっくりきますね。私もやっと自分の輝けるキャラを見つけたわ。不運も不幸も何もかも笑いに変えてやる。ここにピン芸人、逆パワースポット恵子爆誕って何言わすのよ。いやいや、恵子さんが勝手に盛り上がったんじゃないですか。でも生き生きとしてとてもいいと思いますよ。あのね、根本が間違ってるのよ。私は逆パワースポットなんかじゃないの。パワースポット恵子なのよ。おかしいですね。恵子さんと関わった人はみんな何か不運が起きてるんですけど、この前のママ友会の時なんて、恵子さんのテーブルで食事した人だけが食当たりになりましたもんね。あれはたまたまでしょ。他にもありますよ。恵子さんと海に行く予定を立てた瞬間に台風が発生するとか、恵子さんが車に乗り合わせることになった瞬間に車が壊れるとか、どう考えても恵子さんが持ってきてますよね。確かに、今まで全然不審に思わなかったけど、言われてみたら私が関わると不運が起きてるのね。え、今まで気づかなかったんですか。鈍感にも程がありますよ。え、なんか怖くなってきちゃったんだけど、私変な霊でもついてるのかしら。すぐお祓いの予約しなきゃ。お祓いはやめておいた方がいいと思いますよ。え、なんでよ。お祓いしないとこのまま不運なことばかり起き続けるじゃないの。もしかしたら恵子さん自身が悪霊なのかもしれませんよ。それこそ悪霊の化身とか、お祓いすると恵子さん自身がいなくなったりして。なるほど、私自身が悪霊だったのね。そりゃ悪いことばっかり起こるわけだ。今度から悪霊恵子って呼んでね。って誰が悪霊よ。え、違うんですか。すごく腑に落ちるんですけどね。くっそー、人のことをめちゃくちゃに嫌がって。でも悲しいかな、ちょっと気になってきたじゃないの。やっぱ心当たりあるんですね。信じるか信じないかはあなた次第です。なんかモヤモヤするわね。っていうか、こんなやりとりのために連絡したわけじゃないのよ。私もこんなやりとりする予定じゃなかったですよ。そういえば何の用で連絡してきたんですか。
あなたが泊まる予定の高級旅館に私が泊まるって報告の連絡よ。もうすぐ着くわ。あなたの代わりに私がチェックインするから。え、高級旅館ですか？何のことかさっぱりわからないんですけど。そうやってすっとぼけても無駄よ。あんたがこの高級旅館に泊まることはわかってるから、私に隠れてこんないい思いしようとするなんて卑怯なのよ。なんか勘違いされてるんじゃないですか？話が全くわからないんですけど。出た出た、そうやってとぼけてやり過ごそうとしてるんでしょ。今回はそういうわけにはいかないからね。いやいや、高級旅館に泊まるのは勝手ですけど、私は何も知りませんからね。はいはい、じゃあ私は高級旅館で合流するから、また連絡するわ。私の名前はあかり、小学生の娘を持つ母親です。突然ドキュンママ友のけいこさんから連絡があり、私が予約した高級旅館に勝手に行って合流すると、わけのわからないことを言い出したのです。何か勘違いしているようなので、とりあえず放っておくことにしました。するとしばらくしてからけいこさんから連絡が来ました。いやー、やっぱ高級旅館は最高ね。しかもあんたの分際で一番高級な鳳凰の間を予約してたのね。まあありがたく私が恩恵を受けさせてもらってるけど。高級旅館の鳳凰の間とかすごいですね。私も一度はそんなところに泊まってみたいですよ。さぞかしすごい値段なんでしょうね。確か一泊30万とか書いてあったわよ。なんであんたがこんな超高級部屋を予約できたのか知らないけど、あんたのおかげでめちゃくちゃいい思いできるわ。あの、ずっと勘違いされてると思うんですけど、私そんな高級旅館の予約なんてしてませんよ。は？今さら何言ってんの？あんたが予約してたから私はここに泊まってるのよ。それこそあんたの代役ってやつね。いやいや、だから予約してないんですよ。どうやって泊まったのか知りませんけど。あんたさ、いい加減にしなさいよ。いくら私に泊まられたのが悔しいからって嘘つくのは良くないわよ。嘘なんてついてませんけどね。そうやって逃げようとしても無駄よ。あんたの予約なんだから支払いはちゃんとしてもらうからね。え、何言ってるんですか？私は全くの無関係なんですから払わないですよ。はあ？無関係なわけないでしょ。まあいいわ、予約者はあんたの名前になってるから。結局あんたに請求が行くんでしょ。え、私の名前ですか？どういうことかわからないんですけど。だからあんたの名前で予約してあったのよ。あんたが予約したんだから自分でわかってるでしょ。だから予約してないんですよ。どういう経緯で私が高級旅館に泊まると思ったんですか？あんたが偉そうに SNS で自慢してたからよ。え、私 SNS なんてしてませんけど。は？何言ってんの？あんたのインスタを見てこの高級旅館に来たのよ。それ私じゃないですよ。なんで私と思ったのか不思議ですけど。だってさ、佐藤あかりって名前だったし、小学生の娘を持つママって書いてたからさ。多分同姓同名なだけですよ。それでたまたまそのあかりさんも小学生の娘がいるんだと思います。え、そういうことなの？確かにあんたにしてはいい生活してるなと思ってたのよ。いつからセレブ気取り始めたのかと思って腹立ってたんだから。おそらくそっちのあかりさんは裕福な家庭なんでしょうね。だから高級旅館の一泊30万の部屋に泊まれたりするんですね。これで全ての謎が解けましたね。なんかあんたじゃないと知ってほっとしたわ。あんたにはいつまでも底辺庶民でいてもらわないと困るから。ほっとしてる場合じゃないと思いますけどね。だって見ず知らずの方の予約した旅館に勝手に泊まってるんですよね。ああ、そうだった。ってことはかなりヤバい感じ？はい、ヤバいですね。本当のあかりさんが来られたら大騒動になるかと思います。もうどうしてくれるのよ。こうなったのも全てあんたのせいだからね。なんで私のせいなんですか？恵子さんが勝手に勘違いされただけですよね。あんたが紛らわしい名前してるからこうなるのよ。だからあんたが全て責任取りなさいよ。いやいや、恵子さんの不運を呼び寄せる力がすごすぎるんですよ。だってめったにこんなこと起きませんからね。さすが悪霊恵子ですね。
ふふふ、私のネガティブパワーの凄さ思い知ったでしょ。これが悪霊の化身である私の力なのよ。ってふざけてる場合じゃないのよ。さすがケイコさん、こんな状況なのにキレッキレですね。嬉しくないわよ。てか今連絡があってフロントから呼び出されたんだけど、どうやら本当のあかりさんが来たみたいで、かなり揉めてるみたい。ついに真打ち登場ですね。あとは本当のあかりさんとしっかり話し合ってくださいね。いやいや、あんたが何とかしなさいよ。私は無関係ですから。それではそろそろ予定がありますので、この辺で失礼します。ねえ、ちょっと待ちなさいよ。こんなはずじゃなかったのに。その後、恵子さんは本当に予約していたあかりさんにかなり激しく問い詰められたみたいで、謝罪をしたのだとか。それでもあかりさんの怒りは収まらずに、慰謝料を請求するなどと言われ、大変な事態に発展したのだとか。結局旦那さんも駆けつけたみたいですが、ここでも恵子さんは不運を発揮します。なんとあかりさんは旦那さんの上司の奥様だったみたいで、旦那さんも土下座をして謝っていたそうです。結局慰謝料を10万ほど払うことになったみたいです。恵子さんは旦那さんにもケチョンケチョンに怒られて意気消沈。ここでも運悪くママ友にこの現場を見られており、この一部始終を拡散されてしまいました。この一件以来、恵子さんはパワーダウン、かなりおとなしくなっています。まあ自業自得ですね。ここまで来るとさすがに一度お祓いした方がいいかもしれませんね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。